フキーバリナはアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中部ウェイク群の町である。2010年国勢調査での人口は17,937人だった。2000年国勢調査時点からは7,898人増加した。さらに2012年7月1日時点の推計では18,644人に増えている。シュートローリーから南に車で25部の位置にある。 町名の中にハイフンが入っているのは、もともと二つの町があったという歴史から来ている。すなわち、フキースプリングスとバリナが1963年に合併し、新しい町になった。経済的には、タバコの交易と農業で成長していたが、近年はリサーチトライアングルパークに近いという利点を活かして、人口が増え、不動産開発が進んでいる。フキーバリナ町は、 北緯35度35分31秒整形78度47分19秒、北緯35.59194度整形78.78861度、35.59194-78.78861に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は12.2平方マイルであり、このうち陸地12.1平方マイル、 水域は0.08平方マイルで、水域率は0.51%である。フキーバリナはノースカロライナ州の中部北東寄りにあり、ピードモント大地と大西洋海岸平原が出会う位置にある。この場所は内陸側が高くなり、クリークや川に滝が現れ始め、その点が線上につながることで滝線と呼ばれている。ピードモント大地の中心にあるフキーバリナは、 大西洋岸にあるアトランティックビーチ町から西に来るまで約3時間、クレートスモーキー山役からは東に来るまで約4時間の位置にある。フキーバリナは温暖な熱帯気候にあり、春、秋、冬は気温が温和である。夏は通常暑く、湿度が高い。冬の日中の最高気温は下市50度台前半、最低気温は30代の前半から半ばにある。 ただし時として下肢60度以上になることもよくある。春と秋の日中は通常下肢70度台の前半から半ば、夜の最低気温は下肢50度台前半になる。夏の日中は下肢80度台後半から下肢90度台前半に達することも多い。雨が多いのは7月と8月である。バレンタイン・スペンス系フランス人、ウィリアム・フュークーウェイが最初に、 小さな農業町のシッピホ法に入植し、そこに住んでいたインディアンの名前を取って名付けた。シッピホ法と呼ばれた部族の歴史は残っていないが、スシッピホ法と呼ばれた部族について歴史的な証言がある。フュークーウェイのヤシャ語でスティーブンというタバコ農夫が19世紀半ばに泉を発見した。一族のプランテーションの畑を耕している時だった。その泉を当初は、 飲料水に使っていたが、間もなくその泉から湧き出る香水に癒し効果があると判断するようになった。当時の料理の習慣として、食物をビタミンやミネラルがなくなるまで調理していたので、それが分かっていなかったが、実際に治療効果が見られた。その話が広がり、地元民が泉の評判を確立するのに貢献し、隣町や軍から水を求めて住民が来るようになった。 この泉は道路や鉄道を使ってここにやってくる観光客のために壁で囲われた。1860年、フュークーウェインがこの泉を地元投資家集団に売却し、彼らがチャリービートスプリングス会社を結成して水を売りに出した。当時の別の執筆法住人である JD、スクワイア・やバレンタインが南北戦争から帰郷してきた。バレンタインは 南軍のために戦争に行くまでは町の学校長だった。従軍している間に南部の多くの淑女の一人から手紙を受け取り、それには兵士の指揮を挙げるようなことが書かれていた。その手紙にはバリナと署名されており、おそらくはアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの妻、バリナ・デイビスに敬意を表したものだった。その淑女バージニア・アーベリーが後にバレンタインと出会って、 恋に落ちた。バレンタインはその生涯を通じて彼女をバリナと呼び続けた。1880年、バレンタインが新しくできた郵便局の初代局長になった時、彼女に敬意を表してつぼねをバリナと名付けた。泉の南に町が成長し、その郵便局や夫婦のバリナマーカンタイル会社の雑貨店持ちかかった。時の経過とにその町も、 バリナという名を採用した。バレンタインの事業が成功したことで、1910年にはバレンタインスペインステイを建設した。この家は地域で初めて水道や電気を引いた家だった。現在では地元の歴史的ランドマークとなって残っている。ベンワイリーホテルフュークウェイ公船の人気は20世紀が始まる頃、特に1890年代に、 地元実業家のジョン・ミルズがこの泉に月光の遠足をするアイデアを出して成長した。平たい客車に座席をつけて、ローリーからウェーク郡南部まで夜の列車旅行を提供した。多くの客が水を取りに来るようになると、街に一群の小さなホテルが出現し、レストランやバーベキュー屋台、自動ピアノのあるダンスホールもできた。街は観光地となり、 独立記念日の7月4日や復活祭の月曜日には特別の祝祭が行われる場所となった。これらの行事の時、ローリーの住民が列車に乗って野球の試合見物や祝祭のダンスに参加するためにやってきた。ベンワイリーホテルなどのホテルが町外から来る人々に対応し、泉と同じくらい町の生活の中心になった。1902年。 執筆法が町の設立者に敬意を表し、フキースプリングスと改名し、1909年には公式に法人化された。新しいフキースプリングスが法人化された時に、その町域には、隣のバリナの町の中核部である事業地区と、ケープフェアノーザン鉄道とノーーフォークサザン鉄道の接続点も含んでいた。しかし翌年バリナも、 独自の町として確立され、バリナユニオン駅が建てられ、新しい郵便局が作られた。これらはバレンタインのロビー活動で加速されたものだった。その4年後、バリナ銀行が設立され、直接付近銀行と競い合うようになった。その後の数年間に、鉄道の接続点であることを活かして、成長しているタバコ事業のために、幾棟かの倉庫が建てられた。 新たな雑貨店や織物工場が続いた。バリナが地域農業の中心として独自の町であることが確立された頃に、フキースプリングス会社が結成されて、泉から汲んだ香水を瓶詰めして売り出した。この地域の事業が発展し、1927年、町を通るアメリカ国道401号線が舗装され、ローリーなど近くの町までの移動時間が短縮された。 Y.D.S. コザート博士テこの時代までに、フキースプリングスとバリナは、米国軍南部や隣接する、ハーネット軍、ジョンストン軍にとって主要な交易拠点になっていた。しかし自動車が改良され、地域の道路が良くなると、泉の観光は衰退するようになった。地域の住民は、この泉を訪れるよりも、旅行時間が短縮された海岸への旅を選ぶようになった。 しかしこの時代、タバコ産業が地域経済を推進しており、1920年代の末までに倉庫5棟、弁家のバイヤー、15の店舗が作られた。農業や工業の成長も強調され、2つの町はビジョンを共有し、住民は共に働き、遊び、教会に通うようになって、1963年、2つの町が吹きバりなとして合併した。 フキーバリナの歴史ある中心街教の地域の発展には多くの住宅地域や町に入ってくる主要道路沿い商業地域があるが過去からある多くの古い建造物も長域に残っている。19世紀終盤から20世紀初期に建設されたビクトリア町コロニアル復古町の家屋がフキーバリナ歴史地区に並び中心街の店舗や企業がバリナ商業歴史地区を構成している。 これらの地区にある地域のランドマークとしては、ベンワイリーホテル、バレンタインスペンス邸、ワイリーエスコザート博士邸があり、これらは泉の通り向かいに元々の所有者と領主であるベンワイリーが建てたものである。泉は現在1945年に開発された小さな公園の中にあり、1998年に町に所有権が移転されて歴史公園として維持されている。 長年、歴史マクリーンがアカデミー通りのマクリーンズグロサリーを所有運営してきた。マクリーンは地域の指導者であり、フキーバリな地域の成長と発展の大きな要因になってきたと考えられている。エドワード・エヌ・ファーネルは1952年から1967年までフキースプリングス高校の校長を務めていた。ファーネルは地域の重要な指導者であり、 教育者だった。その生徒の多くが町と州の指導者になっていった。1970年から2000年、町の人口は3576人から7898人と倍以上になった。2000年から2010年も倍以上となり、17937人となった。ノースカロライナ州データセンターによれば、 フキーバリナは2000年から2003年で23%成長し、州内の自治体では第26位、人口5000人以上の町では第11の成長率となっている。フキーバリナの町長はジョン・ダブリュー・バーンである。バーンの父はかつてニューヨーク・ヤンキースの選手だった。現町長は2001年から務めており、2009年には、 得票率70%でフキーバリナ生まれのボブ・グレーを破った。2011年にも67%を得て地元実業家マイケル・ドーマンを破った。さらに2013年は64%を獲得し町の住民ベスカスセルズに勝利した。フキーバリナはインターネットのパーソナリティレッド・マクローリンとリンク・ニールが本拠地にしている。 彼らは2010年にスタジオを移転させてきた。リンク・ニールはその時までアペックスに住んでいた。フキー・バリナ町内にあるアメリカ合衆国国家。歴史登録財としては、フキー・バリナ歴史地区、フュークウエイ公選、フキースプリングス高校、フキー・スプリングス教員宿舎、フキー・バリナ女子クラブクラブハウス、JBL ・ジョンソン邸、ケンプ B ・ジョンソン邸、ジョーンズ・ジョンソン・バレンタイン歴史地区、 ウェイランド H とマミーバート・スティーブンスの邸宅がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フキーバリナの町には、米区軍公共教育体系が管理する公立学校6校がある。バレンタイン小学校、フキーバリナ小学校、リンカーンハイツ小学校、ハーバート・エイキンス道路小学校、フキーバリナ中学校、フキーバリナ高校である。 サザンウェイクアカデミーは、公立のチャータースクールであり、6年生から12年生を教えており、や、八フキーバリナ町内にある。私立のヒルトップ、クリスチャン学校も町内にある。フキーバリナの地域には、ウェイク工業、コミュニティカレッジがあり、フキーバリナとローリー市の中間にある。二千七年時点の学生数は五万七千人であり、二千十五年までに七万八千人にまで、 増やす計画である。フュークウェイ公選公園、フキーバリナ町内には以下の公園がある。ありがとうございます。